仮想世界アンダーワールド、俺たち3人の物語はここからまだ続くんだ。アンダーワールドで起こった新たな危険を回避するため、俺たちは人海を巡る旅に出ることになった。戦闘はシームレスバトル。パーティーメンバーが自身で行動を記憶するテクニカルレコーディングシステム。プレイヤーが出したパーティー全体への指示やメンバー個別への指示を AI が記憶し、状況に応じて反応してくれるんだ。 AI の行動は詳細に設定することもできるし、自分で操作キャラを変更し行動を記憶させることも可能だ。細かいことは他にもたくさんあるけど、攻撃、スキル、新生術、そして仲間と一緒に自分だけのコンボを作っていこう。最後だ、とどめだ。連携が決まるとスカッとするしな。マルチプレイではプレイヤー最大4人で一緒に冒険ができる。もちろん外見も変更して自分だけのアバターで挑むのもいいと思うぜ。さあ誰と冒険に行こうか。お前の未来完膚なきまでに切らせてもらう。もしかしてついて行っていいの？お手柄をあげて聖騎士になります。世界が君を決して忘れない。ソードアートオンラインアリステーション、リコリス。プレイステーション。